花井おばさん、住めば都とは言いますけども、自分の土地を離れて、まあ北のね地に降りてみると、北海道の良さもわかるんですけども、やっぱりね、帰りの道の中、我が故郷のなんか懐かしさというか愛しさにも気づくんではないかなと思います。私もね、日本を離れて暮らすことが少しあったんですけども、離れれば離れるほどね、ふるさとが恋しかったりとかね、懐かしい家族の顔がちらついたり、あ、やっぱり自分の住んでるところっていいとこだったかもしれないなっていうふうにね、思うんですよね。不思議ですよね。他国に憧れて故郷を思うというね、まあなかなかそんな感慨深いオープニングでございましたけども、お疲れ様でした。北海道旅で、いろんな発見があったと思いますけども、やっぱりね、どの土地に行っても、私も47都道府県もあったんですけども、どこに行ってもね、それぞれの魅力があり、ここだけが特別いいっていうところはないんですよ。本当に名もない町、名もない、城下町の古い町並みを歩いているとですね、まるで自分はここで生まれて過ごしてきたんじゃないかな、いや、これからずっとここに暮らすことになっても、それはそれでいいかもなっていうふうに妄想したりとかしてね、そしてこう路地をクッと曲がるとね、とてつもないね、美人に会えそうでね、旅っていうのはいいもんだなと思いますよね。もうもちろん美人と何かしようというわけではないですよ。あの、景色の中に溶け込んだね、美しい女性、そして粋な男性、こういったものに出会えるかもしれないなと思いながら、街角を回っていく、一つの扉を開ける、そういう楽しみがあるなと思います。ただ今はね、どなたにお会いしてもみんなね、大きなマスクをしていて、ちょっとね、やっぱり寂しいなと思います。人っていうのは、やっぱりね、顔が見えることによって、その人を、まあ、好きになる第一歩が始まるんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ、ですので、こうやって YouTube っていうのは、普段マスクをしている人でも、この YouTube だとね、マスクしなくてもいいですからね、これからはだからリモートが主流になるんではないかなと思うんですよ。インターネットを通じて、Zoom なり、LINE 電話なり、それから YouTube を通じて、こうやって知り合った方が縁を深めていって、お互いの関係を深くすると。もしかしたらね、前回に引き続くんですけども、コミュニケーションというのはテクノロジーがこれから補完してくれるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん人間そのものっていうのも大事なんですけども、人間そのものにプラスアルファしてテクノロジーが人の縁をつないでくれて、コミュニケーションを加速させてくれるのかなと思うんですよね。ちょっと前にもお話ししましたけども、テクノロジーの一つとして私はね、手紙っていうのがあったと思うんですよ。手書きの手紙。手紙っていうのは要するに、まあ、今で言うね、メールと同じです。手紙の内容っていうのはコンテンツですよね。相手を喜ばしたいと思って書くもの、そして自分の気持ちを書くものであり、それが今はメールになってますけども、以前はペンで書いてたわけですよ。たまにイラスト書いたりとかしてね。だからどっちも同じだと思うんですけども、この手紙っていうのは相手の住所があると。住所ってのはだいたい一人一人に割り当てられていって、まさに E メールアドレスと同じようなものですよね。だからテクノロジーっていうのはこういうふうにコストがかかってできないことをコストゼロにしてくれたんで、いろんな人にね、コミュニケーションを取る。 YouTube だってタダだからここまで乱発できるんですよね。1日に20本30本 YouTube を撮ろうと、それはコストがかからないからできるんですよ。でも1日に20人30人に手紙を書こうと思うと、それはですね、配送コストだけでもえらいかかるわけですよ。私の YouTube のアップロードのペースで全員に手紙を書いていたら、とてもじゃないけどもね、もうお金が持ちませんからね、まあ、そういうところもあって、テクノロジーっていうのは人と人をつなぐものすごくいいパワーになってるんだろうなと思います。まあ、だからこそなんですよ。テクノロジーを使いこなせる人は多くの人とつながり、多くの人とつながった人が幸せにね、また近づけるのかな。もちろん多くの人とつながり合えばそれでいいってもんではありません。今ちょっと言葉が過ぎたんですけども、たくさんの人とお会いすればお会いするほど幸せも可能性が増えるかもしれませんけども、逆にですね、人間ってのは思ったよりも人間に邪魔されてるんですよ。まあ、ですので、もしかしたら傷つけられる可能性もあるかもしれませんよね。それを多くの人が心配しているのが SNS による誹謗中傷書き込みだと思いますし、 YouTube をやっていても心ないコメントが飛んできたりとかしますよね。まあ、ですので、コミュニケーションの幅を広げるってことは、テクノロジーによってコミュニケーションの幅を広げるってことは、自分の防御力も身につけないといけないってことなのかなと思います。YouTube をはじめとするインターネットを使って、自殺される方までね、出てきてしまったりとか、自殺をしないまでも SNS 疲れということもありますしね、 SNS をやってコメントに返信をしなければならないってことで一日が終わってしまうと、コメントの返信がね、本当に一人一人できなくなってくるのは、これは仕方ないことだと思いますけども、コメントを書いた人もね、やっぱり書いていただければ、コメントね、コメント返しがあればありがたいんですけども、なくったって大好きだから事情は分かってくれますんでね、心配することはないのかなと思います。ただね、このやり取りね、動画のキャッチボールっていうのは、なんかね、
やめにくくなってきましたよね。というかね、なんか楽しいですね、やっぱりずっと続けてると。まるでね、自分の人生プラス花龍馬さんの人生をまたね垣間見ているような気がしてね、私だけのその花龍馬ストーリーができていて特別だなと思っております。まあ私は同時にですね、何十人もの方とこれ毎日やってるんで、いろんなねコンテンツがそこに広がっていて、たくさんの人の人生をまるでね映画を見ているように、ドラマを見ているように楽しませていただいてます。そして同時に学ばせていただいております。まさにねコミュニケーションというのは人を育てるなと思うわけですけども、ただね、やっぱりこうコミュニケーションがたくさんなくったってそこにはそこの幸せがあると思いますので、そこで単純に数で比較するものではないと思いますよね。さあそれでですね、これから花龍馬さんのビジネスっていうのはどんどん広がりを見せてくれると思いますけども、私たちもねそれに習って、ビジネスに限らず人間関係をねもっともっと豊かなものに、いいものにしていこうと思うわけなんですよね。そこで心がけてるのは、まずはね、私はこういうふうな座右の銘を持ってます。まずはこう会いたい人になるっていうテーマなんですよ。自分がね誰かにとって会いたい人になれているかなっていうふうに、もう顔も見たくもない、会いたくもないっていう人よりはいいじゃないですか。私はね、実際に会えるかどうか抜きにして、あ、塾長に会いたいなと、久保さんに会いたいなと、家に一回行ってみたいな、そして自分の土地に来てほしいなと、自分の暮らしている姿を見てほしいなっていう方がね、このそうですね8年だいぶ増えてまいりまして、塾生さんだけでも1000名を超えてですね、47都道府県に広がって、海外にもその塾生さんがいらっしゃってね、会いに行くこともあるわけなんですけども、これが私の人生だとしたら、いや本当にね皆さんとお会いして一番、恩恵を受けているのは、私だなということでね、速稼塾のですね一番のファンは私自身なのかもしれないですね。私も速稼塾の塾生として、そして塾長として、創始者として、これからも多くの方と学び合っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますという挨拶になってしまいました。というところでね、花龍馬さん、自分自身の座右の銘を決めるとしたらどんなものがあるからということが今回のメッセージです。私は会いたい人になるというのがね一貫したテーマなんですよ。会いたい人になる、まさにねそれを自分自身実現するためにこうやって放送を続けてるのかもしれないですね。普段はそんなに意識してないんですけどね。はい、ということで花龍馬さんの座右の銘がもしね、もしありましたら今の時点で、なかったら別のテーマで返してくださいね。唐突なねいつもお題盛りなんで、困ると思いますけども、あったらよろしくお願いします。いってらっしゃい。